ずは青コーナー会議高橋七重両選手の入場です。退路を断った築山和歌が運命の戦いの対戦相手に選んだのは高橋七重だが、高橋七重のパートナーは一体誰なのか。誰もが注目する中で七重が連れてきたのは世界を旅する海賊王女、あのカイリでした。築山和歌が身体をかけた戦いでまさかの7回に復活。しかも新生7回りとして築山和歌中野タムの目の前に立とうとしています。カイリにとっては七重に急に呼ばれたので、築山和歌と中野タムの複雑な状況は 100% 理解していません。だがリングに立つ以上は全力で 100% の力で相手を叩きのめす、それがカイリのポリシーです。カイリは言います。築山和歌と私はちょっと似ているかもしれない、シンパシーがあるかもしれない。だからこそそれを自力で乗り越えてきたカイリにとっては、そんな状況を自分の力で乗り越えることの大切さをよく分かっています。だから甘い顔は絶対にしません。全力で全開で全身全霊で築山和歌を倒しに行きます。高橋七重カイリの新七回りです。